はい、こんにちは、宮中愛斗です。今は週2で美容師をしながら、レタッチというメンズコスメのブランドを作っております。あと YouTuber もやってます。リリーという美容室で、週末だけ美容師をしながら、ライム株式会社という美容さん向けの管理サービスですねを作って、日々過ごしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。っていうか僕本当に忘れてたんですけど、古木さんって美容師だったんですね。そうだよ。ちゃんと髪切ってる毎週。そうですよね。多分誰にも知られてないと思うけど。そうですよね。本当にライムの社長としか思ってなかったんですけど、そういえば美容師だったんだっていうのと、やっぱ美容師だからあのサービス作れてるんだなっていうのが今なんかグッときました。ありがとうございます。なんか簡単にライムのサービスの説明みたいなって簡単にできますか。美容さん向けには多分カルテ管理のサービスとして認知されてると思うんですけど、店舗導入いただいて経営改善にあと使っていただいたりとか、あとは今だとあの LINE の予約がすごい人気で、それで利用者がすごく増えてるサービスですね。僕もなんか今カルテっていうところに対して、僕も最初あの電子カルテとして LINE 使い始めたんですけど、はいはい、LINE の予約が最高すぎて、はい、エイト君使ってくれてる？使ってますよ、もちろん。確かにもうあれを使ってカルテを あれで予約をいただいて、はいはい、カルテ共有してお客さんとコミュニケーションを取ってるだけで、うんうん、カルテ共有もしてくれてる？してますよ。写真撮ってもちろんですよ。あ、そうなんだ、はい、やっぱそれで なんか本当にお客さんの満足度上がったし、ありがとうございます。今まで僕 LINE で予約取ってたりとかしてたんですけど、はいはい、その手間もなくなって、うんうんうん、めちゃくちゃ助かってます改めて。エイト君そうか、美容師だもんね。美容師なんですよ。はい、そういえば俺エイト君がライム使ってる話初めて聞いたもん。使ってますよ。聞いたことなくないですよ。今の働き方って僕ズマさんのおかげでできてると思っていて、いや完全にそうです。なるほど。起業しようと思ったのもズマさんの影響だし、はいはい、やっぱなんか一番最初動画とかやってたじゃないですか。それをのきっかけを与えてくれたのもズマさん の、あの、はいはい、ライブの PV を作ったりとか、うん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 、そういうとこから始まってるんで、うんうん、ズマさんがなんで、うん、一有名店の美容師から、はい、今の IT 企業の社長になったのかっていう、やっぱそこにメリットを感じて、なるほど、なったと思うんですけど、はいはいはい、実際やってみてなんかメリットとかってあるんですか？なんかこの回答としてちょっと正しくないのかも、みんなが求めたら正しくないかもしれないけど、別に今そんな何もメリット感じてやってるとかないかもしれない。むしろ逆に大変。あ、そうですよね、うん、普通にそのなんかあのまま美容師やってた方が時間もあったと思うし、はい、個人に入ってくる収入としても、そうですよね、まあ、そこそこ稼いでたんで、うんうん、あの自由度も高くてお金も稼いでて、はい、まあ、モテて、僕はまだ独身なんですけど、うん、あの結婚も多分できただろうし、はい、車も家も買ってたかもしれないし、はい、なんかメリットデメリットで言うとなんかそういう感じはあるかな。逆にでもメリットデメリットで考えずに今の起業してるってことですよね。メリットデメリット、うん、なんかなんでなんですか、ライブ作ったの。今一番最初美容師やってる時になんか、まあ、ちょっと美容業界とかで、あ、なんかもっとこうなったらいいなとか、違和感、うん、あと自分がそのサロン自分で一人でやってて丸8年ぐらい一人でずっとサロン経営してたんだけど、うん、はい、それで、まあ、大きくしていくときに、あの今 その既存であるやり方だと絶対にうまくいかないから、うまくいく方法を助けられるサービス作りたくてやり始めたんだけど、今のライムを、はい、もうそれがなんかやりたくてしょうがなくて、はい、なんかメリットデメリットとか全く計算してなくて、やってみたら大変だったみたいな。あ、なるほど。そういう感じ。なんかそれこそそのネット予約の機能とか、うん、まあ、カルテの管理、はい、アプリ作るのもめちゃめちゃ大変だしお金もかかるんだけど、はい、そうですよね、ネット予約の機能めちゃくちゃ複雑なの、裏側が。ですよね。こんなに大変だったらもしかしたら機能作ってないかもしれない。知らなかったから欲しいっつってやってるみたいな、そういう感じで、気づいたらなんか莫大な責任を負ってしまって。いやでもそこなんかこう原体験があって、なんか美容師さんならではの視点で、うんうん、美容師さんがその美容師さんのサービスを作ってるって、はいはい、なんかすごい、うんうん、妻さんのなんか根底にあると思うんですけど、うん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 、実は僕もなんかそこから発想を得てるというか、はい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 、僕がやってるのも今メンズコスメとか身だしなみって、うん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 、美容師さんがこう
発信すべきところだと思っていて、そうだよね、なんか現場の人にしかね見えない世界が。で、それで言うとさ、そのエイト君はなんか今の働き方というか、まあ、毎日の過ごし方とか仕事とかプライベートとか、そのメリットとかなんかある？メリット、いや、もちろんあのさっき沼さんが言ってたように、うんうん、週6とか週7で美容師やってた時の方が稼ぎもいいし、うん、なんかこう自由な時間が持ってたりとか、うんうんうん、まあ、1人やってるから責任もあんまなかったんですけど、うんうんうん、やっぱ僕も一緒で、うん、もうやりたくなっちゃったっていうか、それを世の中が絶対欲してるから、うんうんうん、やんなきゃっていう気持ちになっていて、うん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 、見えちゃった。だから僕もなんか大変だし、うんうん、辛いんですけど、はいはい、メリット唯一挙げるとしたら、うん、美容師を一本でやってる時より、うん、今複数の仕事をやってるんで、うんうん、メリハリがある。ああ、なるほど。なんで美容師一本で収録でやってた時って、うん、まあ、毎日同じことの繰り返しみたいな感じなんで、うん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 、なんかこうだれてきたりとか、うん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 、あ、明日も髪の毛を10人切るのか、体きついなみたいなのあったんですけど、うんうんうん、今脳みそをこう切り替えて1週間の中で働くんで、なるほど、ね、その週2日美容師をやるのが超楽しみ、うんうん、あ、でもそれは分かるかも。ありますよね、うん、ありますね。なんか毎日やってるとその、ね、仕事ってなっちゃうと義務になっちゃうけど、うん、まあ、なんか半ば息抜きというか趣味というか、そうですね、しかもなんか美容師やってる時にこうアイデアが降ってくるから結構、はい、あと自分でサービス使ってるから、はい、美容師、そうですね、そう、お客さん写真撮って共有したりとか予約入ってきたりとか、あとサロンのみんなで使ってて、うん、リリーの人とかにも、いや、ここ使いづらいかもっと越してくれって言われたでしょ、うんうんうん、なるほどって、うんうん、なんかそれが普段の仕事にも生きてるし、息抜きもなるから、確かになんかそういうのは結構ポジティブかなって思う。そうですよね。今やってるライムの事業以外にチャレンジとか、そう、何かをかけることをしないっていうことをずっとしているから、うん、はいはい、逆に挑戦という意味ではまあ目新しくはしていない、うん、ライムのことを集中してやってるってことですね、うん、なんか背水の陣ってなんかあるじゃん、はい、崖っぷちの、はい、もう死ぬみたいな、はい、下がったら、はい、みたいな状況を、なんか多分その自分の場合はそのなんか環境を窮地に追い立たせてもうどうしようもなくなって いく方が良くて、だから環境を作ることをすごく意識してて、うん、それでやってきてるから、今もなんか別の何かに投資をするとか、例えばビットコインみたいなとか、なんかそういうのとか株に投資するとか、多分そのいろいろ分かってるから、もしかしたらやったら儲けられるかもしれないし、あと副業で何かやったらお金稼げるかもしれないけど、なんかそういうの一切やらないように。そうですよね。いや、なんか妻さんがすごいなって思うのって、やっぱお金儲けよりなんかもう作りたい世界があるみたいな感じじゃないですか。いや、もうなんか仕組みを作ってお金を稼ぐとかじゃなくて、この世界を作るんだみたいな感覚じゃないですか。それはやりたくてしょうがないやつだね。僕もなんか、うん、その思想を聞いてるから、うん、今身だしなみの文化を作りたいって言っていて、でもしズノさんに出会ってなかったら、メンズコスメをこういう風に売ったら何億円稼げるみたいな感じの脳みそになってた可能性あるんですよ。なるほど。危なかったなと思っていて、はい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 、だからなんか多分、挑戦してることっていうと、うんうん、今ズマさんと一緒で、うん、もうなんかその身だしなみにコミットして、うんうん、本当に崖っぷちの状況の環境を作るみたいな感じ、うんうん、なんかそうだね、やりたいことにチャレンジしてるのが一番楽しいよね、はい、うん、毎日大変すぎて他のところに意識行きがちだから、うんうん、その逃げの時にいやって止める感じかな、どっちかですか、はいはいはい、なんか例えば、本当にメンタルやばい時にめちゃくちゃやばい時期があって、でその時に始めたのが筋トレとスマブラなんだけどあのね、授業って、まあ、今はそのいい感じになってきてるんで精神面は大丈夫なんだけど、当時やばかった時はそのメンタルを保つために、うんうん、なんかとにかく筋トレがいいっていうのを聞いて始めたのと、はい、あとなんか、スマブラも始めたんだけど、うんうん、この2つはねやるとちゃんと結果が出るの。確かに。そうするとねちょっと依存しちゃうんだよね。はいはい、その
なんかどうしたらいいんだろうみたいな、うん、なんか本当にもう全然わかんないけどとにかくやり続けるしかないみたいなっていうのもたまに来るんだよ、はい、会社とかってと、はい、だからその時にめちゃくちゃ筋トレしてめっちゃマッチョになって大会とか出ようかなって考えになり始めたりとか、スマブラもちょっとプロになるためになんかそういうコミュニティで入りしようかなって、はい、ツイッターの別のアカウント作ってそういう人たちと仲良くなってったりとか、はいはい、ちょっと一時期やってたことあって、へー、でもなんかこれでちょっとどっか薄々すごいチャレンジしてるの、うんうん、めっちゃ強くなっていくの、うんうん、特にスマブラとかもうなんか上位 1.5% ぐらいまで入るみたいな、うんうんうん、でもなんかいやこれってなんかどっかで薄々に嫌だよなって思ってて、なんか海外のツイート、うんうん、日本語翻訳されたやつで筋トレに逃げるなみたいな、起業家は筋トレに逃げるなみたいな記事があって、それがめちゃめちゃしっくりきて、なんかその分かりやすく結果が出るから、うん、そこにコミットしやすくなっちゃう、うん、あと SNS、うん、SNS も分かりやすくマーケで やればやるほど反応が返ってくるから、うん、ってなるんだけど、まあ、それは一つの息抜きとか、うん、まあ、会社としてのマーケティングとか、うん、まあ、ゲームもそう、なんか起業家の人でゲームめっちゃ強い人多いんだって、うん、格ゲーとか設計しますもんね、ちゃんと、うん、そのなんか練習して強くなっていくみたいな、うん、でなんか気づいたらそこにちょっと逃げちゃうみたいなのがあるみたいなんだけど、プロレベルに強い人結構いるらしいんだよね。なんか投資家であのゲームめっちゃ強い人に投資するみたいなのちょっと聞いたことあるから。へえ。吉以外の仕事をやることで、今の会社をやることで、うん、設計して強くなっていく、うん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 、この時間でこういうふうにやったらロジカルに強くなってくるみたいな、そうそうそう、練習して癖がついちゃってるんで、うんうん、何やってもなんかある程度までこうできちゃう、うんうん、それ確かに考えたら逃げですね、うん、ブレですね。あれだよ、今やってることでさ、全然ニッチもサッチもさ、いかないフェーズが来た時にさ、分かりやすく結果が出るものって結構いいんだよ。確かにハマっちゃう。でもそれで言うと、僕、うん、週7で美容師やってた時ってフリーランス1年目とかって、はいはい、もうなんか勝ちゲーというか、うんうんうん、もうずっと週7で予約埋まるし、うんうん、ずっともうあの生きてれば予約は入り続けるみたいな状況になっちゃった時に、これでいいのかってなったんですよ。で逆になんかそこで逃げじゃなかったと思うんですけど、それはってね、うん、逃げじゃなくていい違和感だよね、分身みたいな、なんかこう、うん、もう一個この仕組み作ろうみたいな感じでやったのが今のコスメとか YouTube だったりとかしたんで、まあ、なんかこの付き合い方みたいなのでだいぶ変わるかもしれないですね、うん、確かに、うん、器用にやってればなんかいいことはいっぱいあるんですけど、うん、どっぷりハマりすぎちゃう、なんかあの逃げというのとまたちょっと違うかもしれないけど、フラフラするのとかいろいろ手出すのって結構大事かなと思ってて、なんか前提として自分に本当に合ってるものとかやりたいものって俺見つける必要ないと思ってる、なんだけどないな、やりたいことないなっていう時ってフラフラしまくっていいと思ってて、それで一生見つからなくても別にいいと思ってて、なんかそういう風にやってたから多分見つかったと思うのよ。見つけようとしてる人って見つかんない気がするんだよね。だからなんかそのパターンってさ、その違和感でやってみてみたいなパターンだから、なんかそれは全然違うよね、その何かに逃げちゃうことと。確かにそうですね、逃げちゃうことって本当にやりたいことやってるんだよ、うん、例えば美容師でじゃあその自分もアシスタントの時でこういう風な技術ができるようになりたいって、うん、やりたいと思ってて向き合ってるんだけど、それがちょっとその辛すぎて別のとこに逃げちゃうっていうのは逃げない気がするけど、うんうん、まだ自分のページしか作ったことなかったけど、はい、とりあえずもうなんか注文受けてんの怖っ。最初に知識いっぱいなんかこう得て、うん、結局やんないみたいな人結構多いから。